ステインソール・フレイル・ソルステーンソンは、アイスランドのサッカー選手。ハンドスプリングスローを行うことでも知られ、2012年2月24日、キリンチャレンジカップ対日本戦でこのスローインを行って、話題となった。2010年7月31日スウェーデンのエルグリーテイズと2年半の契約を結んだものの、翌2011年2月に、クラブが、経営破綻した。そのため、 翌3月に、ノルウェーのサンレスウルフと1年契約を結んだ。2014年1月1日に、バイキング FK と1年契約した。ハンドスプリングスローで注目された選手だが、足元がうまくドリブルを得意とするドリブラーである。また、ノルウェー一部エリテセリエン2012シーズンでは12アシストを記録し、アシストランキング上位に入った。二千九年十一月十日に、 イランのテヘランで行われたイラン戦で代表デビューを果たしたハンドスプリングスローに完成日韓スポーツ2012年2月25日閲覧トラファーマークット2014年9月18日閲覧ありがとうございます